ーのーせ、乾杯。かー、読売に買った日の酒はうまいぜー。はい、キャサリンです。いや、なんか昔やったよね、このオープニング。まあいいや、改めまして、ドラホーというわけで、東京ドームでの巨人戦、改めて振り返っていきましょう。まずは何といっても柳さん、7回4安打、9三振2失点、素晴らしい。もうね、今年の柳さんは本当に頼りになるわ。強力巨人打線が相手だったんだけど、2、3、4を完全に封じ込めたのが大きかったと思います。復調気配だった岡本くんを3三振ですからね。いや、本当に素晴らしかった。そして8回は又吉さんでしたね。1番からの好打順で、先頭を嫌な形で出してしまったんですけど、その後、冷静に抑えてくれましたね。ナイスピッチング。まあこうなってくると祖父江さんの使いどころが、難しくなってきますよね。まあ悔しい気持ちで見てたと思うんですけど、まずは、しっかり復調してもらって、それからのことは、首脳陣が考えればいいんじゃないですかね。それでは、今日のキャサポ。先頭打者高松くん、去年1点も取れなかった菅野投手から見事に初球を、ヒットにしましたね。ナイスバッティング。まあこれは点にはつながらなかったんだけど、いきなり足の速い高松くんを出したことで、菅野投手は相当気にしてましたよね。立ち上がりからあれで、かなり神経を使ったと思います。まあね、あのヒットで、他の選手を勇気づけたんじゃないかなと思います。なんか今日はいけるんじゃないかみたいな。まあ正直ね、あれが試合を決めたとは思わないですけど、ただね、1番に大抜擢された高松くんが、大活躍だったので、私も勢いで選んでしまいました。はい、その他振り返っていきましょう。やっぱビシエド選手の先制ホームランが大きかったですよね。菅野投手からしたら、去年1点も取られなかった相手に、いきなり先制されたっていうのもあるし、完璧に狙ったところに投げたのに、打たれたっていうのもあるし、さすがの菅野投手も、ちょっと動揺したんじゃないですかね。普段のビシエド選手ならまずどん詰まりになるような、インコースのまっすぐだったんでね。あれは間違いなく、インコースのまっすぐ1本で待ってたんだと思います。ナイスバッティング。ちょっと自慢していいですか。私は、大城選手がインコースに構えた時点で打つと確信してました。だって初球の外の、スライダーの見逃し方がね、完全にインコースの速い球を狙ってる見逃し方でしたもん。はい、その他良かったところ、まずはあれだけ苦手だった菅野投手から3点取れたことですね。みんな、ファーストストライクからどんどん打ちに行けたのが良かったのかな。それから高松くん、初回のヒットも良かったけど、その次の、タイムリーもナイスバッチ。そして初打点おめでとう。そして周平くん、4打数3安打猛打賞おめでとう。だから復調するって言ったじゃん。あとはネオくんのツーベースヒット、こないだの西投手から打ったのもそうだけど、やっぱり球界を代表する菅野投手から打てたっていうこと、これが何よりも自信につながると思うのでよかったと思います。以上。まあ何はともあれ、この間3立て食らった読売さんに、まずは1個やり返した。
ということで本当に良かったです。以上です。それでは、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。する竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた、それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよ